レクサスのミディアムクラスセダンである ES、 こちらね、まあ、2018年10月に日本に、まあ、初めて導入されたわけですが、実はね、まあ、グローバルではもっと昔から売っていて、そして、レクサスのね、まあ、本当にベストセラーのうちの1台、まあ、一番数で言うとね、売れてるのは RX なんですが、まあ、その次、もしくはその次の次、ね、あたりにいる、まあ、そして、ね、台数的にはそれほどの大きな差はないね、まあ、本当にこう屋台骨の一つと言っていいモデルというのがこの ES ですね。その ES、まあ、皆さんご存知の通り2020年の、まあ、夏でね、GS が、まあ、ディスコン廃止になりましたよね。というわけで、まあ、レクサスの、まあ、LS と IS の間の、まあ、ミディアムサイズのセダンはこの、まあ、ES がね受け持つことになったわけです。で、その ES、デビューからね、まあ、約2年というタイミングでマイナーチェンジを受けました。今乗ってるのはその ES300HF スポーツになります。今回の変更ね、まあ、正直それほど大きなものではありません。ブラインドスポットモニターとかね、まあ、そういうものが標準装備になったというのが一つ、あとは、ES でね、まあ、初めて、ね、採用されたこのデジタルアウターミラー、こちらにね映ってるんですけどね、ガイド線がつきました。あのやっぱりねちょっと周囲の車との感覚がつかみづらいという声があったので、5メートル、10メートル、15メートルかな、そして高速道路なんかでは、30メートル、の線があってね、まあ、この線にいるとだいたい5メートル後ろだよ、まあ、10メートル後ろだよというのが、なんとなく分かりやすくなったという感じですね。そしてね、外からね見ても分からないんですが、実はね駆動用バッテリー、まあ、ハイブリッドバッテリーが今までのニッケル水素からリチウムイオンに変わりました。これがね、まあ、リチウムイオンバッテリーになってそれに合わせたセットアップを変更することで、ね、燃費効率が上がったということで、今までは、WLTC で 20.6kg だったんですね、燃費。それがね、今回のモデルでは 22.3kg になってます。ずいぶん変わりましたよね、まあ、エネルギーマネジメントが、まあ、リチウムイオンバッテリーになったことでね、まあ、リチウムイオンバッテリーというとね、エネルギーの出し入れのスピードがやっぱ速いと、そういうメリットがあります。なのでより効率的に、まあ、貯められてより効率的に使えるようになったということなんでしょうね。はい、そういうわけでね、まあ、燃費も上がったということになります。まあ、エンジンというか、まあ、動力性能的なスペックには変更はありませんという、まあ、ES なんですけども、まあ、出た時の印象としてはね、まあ、やっぱレクサスらしいラグジュアリー性をしっかりと持っている、まあ、あの FF なわけですよね。まあ、国内では FF の、レクサスのセダンは初めてだったわけですけども、ちゃんとね乗ってみると、あの、うん、レクサスらしい穏やかな、ハンドリングといいますかね、とあとは、まあ、快適な乗り味は実現できてるなというふうに思っていました。まあ、でボディサイズもね、まあ、ゆとりがあって、かつデザインがね、まあ、普通にこういわゆる FF セダンのプロポーションではなくて、まあ、本当に流麗な感じがしますよね。でね、まあ、それもあってデザイン的にも走り的にも、まあ、レクサスらしさはね十分にあるなというものになってたと思うんですけど、まあ、正直ね、そうは言ってもハンドリングに関して言うとちょっとなんか、まあ、面白くないという一言で言ってしまうとね、あの身も蓋もないかもしれませんけど、なんかね、まあ、面白くはなくてもいいとしても、なんかこうステア操作に対する一体感みたいなものが今一つ薄いなという感じがありました。ベースモデルだとね、いわゆるスイングバルブ式ショックアブソーバーというね新しい機構のものを使っていますよね。そしてそれに対して今乗ってる F スポーツはまあ電子制御ダンパーを使ってるんですが、なんかねどっちに乗ってもちょっとピリッとしない感じがあったなというのが正直なところなんですよね。で実はここ今に至るまで走りのスペックに関しては変更はアナウンスされていません。なので、変わってないのかなと思って乗ったんですが、どうもね走りがいいんですよね。あの何かが違うなという感じがしますね。どうもねいろいろ聞くと、まあ、パワーステアリング今回、
今回ね、パワーステアリングの設定がちょっと変わってるという話は聞きました。で、まあパワーステの設定を変えてるということは、おそらくそれだけじゃなくて、やっぱ足の細かいところは変わってると思うんですけど、なんかね、大きくこう小型化に言うような変更はどうやらやっぱりそれでもないみたいで、あのやっぱり初期のものに比べると生産品質みたいなところが上がってきているとか、そういうことの作用だというんですが、本当にね、切り始めからの一体感みたいなところですか、反応のね、それなんかちょっと不満だったところ、なんかダルだなと思わせたところが、なんかピリッとしてきて、他のそれこそ FR のねレクサスと並べた時にもそんなに違和感がないというか、なんかこの車だけ違う車になってるじゃんみたいなことはないなというものにね、ちゃんと進化してますね。パワーフィールに関してはね、正直ね、何か変わったという感じはないんですけど、でもまあおそらくスペックというかね、その燃費に関わる数字とかを見ても、まあ、中のね効率みたいなところは良くなってるということですよね。なんかね、それにね、ハンドリングがこう良くなったせいか、なんかねレスポンスまでよく感じるっていうところもありますね。なんかね、なんか車全体の何でしょう、走りの一体感みたいなことがちゃんとレクサスの味にね揃ったかなと、なんかそういう風に思わせるものがありますね。はい、ちょっとスポーツプラスとかにしてみたりして、あんまりねスポーツプラスで走ったりするような車ではないかなと前はね少なくとも思わせたんですけど、ちょっと今回のはね、そういうどこかしら一体感が増してる気がするんで、ね、こういうモードにしてもいいかもっていう。で、まあ乗り心地が荒くなるわけでもなくて、まあキュッと締まるぐらいで、とてもね、なんか今ね山道走ってますけど、こういうとこでもそれらしくいけるじゃないっていう感じがしますね。うん、なんかいいじゃないですか。うん、いやこれはね全く何も変わってないってことはないと思いますね。このミラーの線に関しても、ね、線が加わっただけなんですけど、随分あの見やすくなったなと思います。デジタルアウターミラーってね、まあ、なかなか車によっては、なかなか馴染めないなというところはありますけれども、これだとねとりあえず普通に走ってる分にはもうあの本当にクリアによく見えますし、距離感とかもつかみにくくはない。あの外側にねカメラがちょっと飛び出してるというかね、ミラーの代わりにカメラが出てるじゃないですか。これがね、まあ自分の車のと横にある、まあ、壁なのか隣の車なのか、そういうのの位置を測るのにもちょっとはあの効果を発揮してて、そんなに違和感はないですね。まあでもね、正直に言うと、バックするときにはね、駐車場とかでね、ちょっとやりにくいかなと。その隣の車との間隔はまあこの手のものとしてはもう圧倒的に分かりやすくていいと思うんですけど、あの表示が切り替わってね、あの拡大率が変わったりすると、本当ギリギリでね、例えば車寄せにタイヤを寄せていこうとか、そういうときにね、こうミラーを頼りにしてるとちょっとねまだ不安があるなというのが正直なところですね。ただまあそのあたりもね随分と進化してきたんで、あとはまあ慣れも含めるとこれはまあいいのかなと、まあ、メリットも大きいですしねという感じには思いますね。で今アクセルオンしてみたんですけどね、ちょっと強めに、あのスポーツプラスだと本当レスポンスいいですね。まあ、このまあ、そこまでの何か変わったという話を聞いてるわけじゃないんですけど、やっぱりリチウムイオンバッテリーってね反応がいいんですよ。だから電気欲しいよってこうアクセルをドンと踏んだ時にバッテリーからモーターにね供給される電気もやっぱりこう勢いよくいくわけですよね。やっぱそういうのはこのドライバビリティにもね、まあ、生きているはずで、まあ、昔ねプリウスアルファとか、プリウス PHV とかそういうのね同じような車で、そのニッケル水素とリチウムイオン使い分けてる車みんなそうだったんですけど、やっぱそういう感じはありますね。というわけでね、まあ、ES なんか大きな違いはないはずなんですが、だいぶこなれてまとまった、そしてレクサスらしい車になったなという印象を受けましたね。うん、これだったらね僕もね自分が乗る車としても合格点かなという感じがしますね。